こいですね。よし、また手に乗った。まだ乗ってあげます、はい、これこれ根がかりじゃないと思うんですよね。よし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 、乗ってる乗ってる、打ち来た打ち来た、なんだこれは。第1号は何でしょう。お、メバルかな、見えない。あ、カサゴだ。あ、カサゴですね。お、まあまあ美味しそうなカサゴ、よし持って帰ろう。お、いいいいいいサイズ、いいサイズだね、いいサイズですね。カサゴでした。まあ、25、6センチですね。あれ、なんか食ってた。なんだこれ。あ、カサゴ。小さいね、今度は。これはちょっとビビしてあげましょう。九千ベラ、オス。よっしゃ、お、なんだこれは。お、お、走る走る。あ、メジナだよ。小さいけど、小さいけどメジナ来ました。メジナ結構上まで浮いてますね、このサイズが。このサイズですけどね、手のひらサイズ、今まで浮いてる。そっか、あのサイズが浮いてるか。よし、当たり。よし、いや、コッパが、コッパが上までやばい。これコッパは結構数釣れるかもわかんないですね。まあ、メジナ、はい、まあ、時期的に仕方ないんですけどね、もう少しサイズがアップしてほしい。あ、なんかサバっぽい、あ、サバ、小サバの姿が見えてますね。だから小サバだな。小サバでもいいんだけどな。まあまあ引く。なんだこれ、メジナか。まあまあ引きますね。アイゴか。なんだこれ、あら、アイゴかな、アイゴでもなさそうだけどな。なんだろう、わ、ちょっと手前入るな、手前やめろ。アイゴだ。で、アイゴ、元気なアイゴ。あー、抜けた。今日もアイゴは元気そうです。よし、乗った。これサバじゃないな、これメジナか、コッパか。元気ですね、これ。よし、乗った。ん、これは、あ、メジナかよ。メジナかよってしちゃった。ほっぱ。どうした、サバ。あんだけ見えてるのに。サバの方が元気なのかね。しますね、本当に。
まさかのこの時期に針を3号にしました。これもちょっと強いよね。何これ、何かな。これがカンパチの子じゃないの。なんですね、これね、カンパチの子ですよ。これこう上から見たときにこの、まあ、8の字になっているってことです。いやー、ほんと突破が元気すぎるな。なんでこんなに元気なんでしょうか。ぐらいの棚で手持ちの針の一番小さいやつで小サバ狙ってたんですけど、狙ったら全然釣れないですね。ちょっとフェイスマスクしてるんで声聞き取りづらいかもわかんないですけど、すいません、日焼け止め忘れたんで。潮がまあどっちかに流れてくれればある程度その深い棚でトマセタを合わすこともできるんですけどね、潮が流れてないんでなかなかそういったことができないですね。当たったら当たった。よっしゃ。メジナっぽいですけどね。サイズが小さいですよね。猫、ウイス、イカか？なんかいたの？食べたい？食べる？あまり仲間に言うなよ。みんな来ちゃうじゃん。ちゃんととどめ、そうそうそう。
近くなんじゃないか。帰ろう。でも食べる？食べないじゃね。あれ？ひでがね。なんでこれひでないの？誰か持って帰ろうとして落ちたのかな。初めて見たこんなひでのないやつ。切ってたね、これで、はい、いけいけ、持っていけ、よし、いいよ、ちゃんと食べるよ。どうした？夏バテしてんの？